オーブ1分間チャレンジ。オーブ1分間チャレンジ、中川勝成プレゼンツお絵かきコーナー、イエーイ。あのお題教えてるんです。今回はですね、はい、ジラフ。何？キリン。あー、キリンか、はい、ジラフやったらちょっと僕縦書きでいきますね。おー、まあまあまあ、OK、いいです、いいね。じゃあジラフか。ちなみにキリンって戦うときめちゃめちゃあの長い首でこうやって戦ってしました。あ、じゃあ戦ってる姿でもいいですよ。いいよ、任せてください。いや、どう感がある。いらんこと言ったな。じゃあジラフの戦いでいきます。はい、よーい、スタート。おお、まあまあそこはね、お書くよね。もうここなかったらジラフじゃないですからね。そこを長くするのはいいよね。やべ、おお、あ、でもスムーズだね、うん、そう、よく見るでしょ、ジラフなんて。見るか、問題児ですけどね。うちの問題児ではありますけど、ね、まあまあそうね、フミヤに隠れて、そう、なんか隠れてもら、隠れさせてもらってみたいなところはあるけど。いつも笑ってるもんね、こっち側にして、うん、なんか悪口聞こえてくんねんけど。自分もね、やばいのに。え、悪口言ってる？え、動画？え、どういうこと？あ、そういうこと？怖くない？もうあと少しですよ。はい、残り10秒です。あ、そういうこと。応用がいってるね。7、6、5、4、3、2、1。はい、はい、終了です。できた。はい、いきますね、はい、せーの、じゃん。おお、どう？別にみんなそれなりにできちゃうな。なんだろうか、分かるな。あの、キリンは頭をこう、長い頭をムチのようにしながら戦うんですよ、うん、あ、多分右の勝ちだね、あれ。俺もうこっち絡みつきにいってるもん。あ、でしょ、思うでしょ、蛇みたいな戦い方してる。でも左動じてない。そうなんや、これ左筋肉ありすぎてこいつが脳震盪に倒れるんですよ。まあ、そうなんだ、そういうシナリオまであります。左顔小さっ。え、結構うまくないですか。でもうまい、うまい、なんだろうか、分かる。はい、勝ってたもんね。勝ってたよ、ね、家の庭で勝ってた、うんうん、ね、よく言ってるから。そう、いやいや、どうだろう、楽しいお昼半端ないよね。ジャングルだよ。ありがとうございました。でもよく喧嘩のこと知ってるな。すげえ。